白川。皆さんこんにちは。わ品川ニュースの時間です。今回は9月3日から14日までのニュースをお伝えします。ではラインナップをご覧ください。トップニュースは東京都品川区合同総合防災訓練。トピックスでは自殺対策啓発活動。桂宮司さん、青パト&FM 特別番組収録。子どもたちの話題では親子で楽しく防災体験、音当てゲーム、芳香剤作り。子どもを笑顔にするプロジェクト、体験型ドラムエンターテインメント。幼稚園児が初めての給食体験。その他ご覧の出来事をお伝えします。トップニュースは東京都品川区合同総合防災訓練の模様です。9月3日と4日の2日間東京都品川区合同総合防災訓練が区内各所で行われました。この訓練は東京都や各機関、企業との連携の強化や自助・共助に基づく地域防災力の向上を目的に実施、多くの区民が参加しました。訓練1日目の小山台小学校では風水害からの避難を考える計画作成キット、マイタイムラインのセミナーが行われたほか、避難所や在宅避難での生活に必要な知識を学ぶ親子防災学校を実施しました。また避難所運営訓練には区民避難所52カ所の自主防災組織が参加。小山台小学校を避難所に見立て、コロナ対策、要配慮者やペット対応、トイレ対策、物資配給などの説明、避難スペース設営などの体験が行われました。普段は地元で中学校を使って避難所の設営訓練をやってるんですけども、いろいろ参考になることありましたので、自分たちの訓練にも生かしたいと思います。でも私ちょっと初めてだったんで結構勉強になりました。臨死の森公園では区と各局、防災関係機関による展示、体験、実演などを実施。区内からも関係団体が多数出展しました。また住民による救助、救護、消火など自助・共助の体験型訓練も行われました。品川警察署では緊急支援物資搬送のための緊急通行許可証の発行訓練を、大井競馬場では都の備蓄物資や近隣自治体より支援される緊急支援物資の受け入れ、搬送などの訓練。目黒川では東品川と五反田間の船舶による物資の輸送訓練が行われました。訓練2日目の品川中央公園では小学生を対象に防災サッカーを開催。元 FC 東京の選手らの指導でパスをしながら備蓄品を覚えるゲームなどを行い、サッカーを通じて防災について学びました。また公園内の別会場では都や区の福祉保健部門、災害拠点病院、医師会、歯科医師会、薬剤師会、日本赤十字社などが連携し医療救護訓練を実施。これは拠点病院における緊急医療救護所の初期医療などの訓練です。トリアージといわれる治療緊急度に応じた傷病者の振り分けを行い、重症、中等症、軽症エリアでの医療処置訓練を実施。また医療用資機材の要請から受け入れ、医療対策拠点内の連携などのシミュレーションも行われました。同時に西大井広場公園では救出救助訓練が行われました。これは都心南部を震源とする大規模な地震が発生した想定で、住民による初期消火や警視庁、東京消防庁、
自衛隊などが連携した大規模な訓練です。公園内にビルや瓦礫など仮想の災害現場を作り、演習形式で行われたこの訓練には、品川区から大井第二、第三地区の各町会、消防団、大崎高校防災部などが参加。各組織との連携の中で日頃の訓練が試されました。また区や東京消防庁のドローンを活用した訓練も実施しました。品川防災体験館にはパブリックビューイングが設置され、来場者が訓練の様子を見守りました。2日目の各訓練は浜野区長と小池都知事が視察を行い、救出救助訓練の最後には公表が行われました。区民の方々をはじめ、町会、自治会、事業所などの防災行動力の向上を図ることができたと考えております。9月13日には本部審議訓練を実施、都知事と品川区長の情報交換など震災発生時の災害対策本部の運営手順などが確認されました。なお、東京都品川区合同総合防災訓練の様子は11月にご覧のチャンネルで放送予定です。次はトピックスです。自殺対策啓発活動の話題など2つ続けてご覧ください。9月9日、武蔵小山商店街パルムで自殺対策啓発のための取り組みが行われました。この取り組みは毎年9月と3月の自殺対策強化月間に合わせ、区保健所と東京都福祉保健局が協力し実施しているものです。これまでも戸越銀座商店街や JR 大井町駅前、大崎駅前で実施、今回は武蔵小山商店街で相談窓口などが書かれた SOS カード入りのポケットティッシュが配られました。令和2年の自殺者数は11年ぶりに前年を上回り、令和3年はわずかに減ったものの、引き続き新型コロナウイルスの影響による生活環境の変化や雇用など先行きへの不安が区民の心理的な負担になっているとみられています。品川区では今後もチラシの配布や相談窓口の周知など自殺対策啓発の活動を継続して行っていきます。コロナ禍もあって自殺者数は非常に増えております。特に子ども若者の自殺者数が増えていることもありますので、困っている方が相談先につながれるように取り組んでいるところになります。9月4日、寄席を中心にテレビなどでも活躍している品川区出身在住の落語家桂宮治さんが、特殊詐欺の被害防止などのため、青パトや商店街などで流す啓発用の声と、FM 品川で放送する特別番組の収録を行いました。啓発キャンペーンを実施しています。詐欺の犯人は品川区では、桂宮治さんの協力を得て、区民の防犯意識を高めるため、特殊詐欺の被害防止などを呼びかける音声を収録。10月から青パトの車載拡声器などを通して防犯パトロールを開始します。指定された敷地内でお願いします。地域にまた10月12日には FM 品川の広報番組ホットラジオ品川でこの日収録した内容が放送されます。特殊詐欺に関わる話のほか、桂宮治さんの地元品川への思いなどたっぷりとお話を伺いましたので、ぜひお聞きください。みんなでおじいちゃんおばあちゃんを被害から守りましょう。次は子どもたちの話題。親子で楽しく防災体験の話題など3つ続けてご覧ください。9月11日、品川防災体験館で親子で楽しく防災体験をしようが開催されました。このイベントは親子で楽しみながら防災について学べるよう品川防災体験館が企画。
今回は防災音当てゲーム&芳香剤作りをテーマに行われました。イベントには区内の親子6組17人が参加。講師は品川防災体験館のスタッフが務めました。はじめに災害発生時に取るべき行動として、地震が起きたら机の下に隠れ頭を守るなど、危険を回避する方法を紹介。続いて危険を知らせるアラート音として、地震発生や河川の水位警戒、ミサイル飛来の際の音の違いが説明され、参加者は熱心に学んでいました。その後アラート音を当てるクイズを実施。学習した3つのアラート音がランダムに鳴らされると、参加者は音を判別し、地震や河川、ミサイルと書かれたうちわを上げて答えていました。また携帯用トイレの凝固剤を使った芳香剤作りも体験。親子で楽しく防災について学ぶ良い機会となったようです。まあ、大人になるとなかなか学習する機会がなかったので非常にいい機会でした。9月13日芳陽の森学園で子どもを笑顔にするプロジェクト体験型ドラムエンターテインメントが行われました。西アフリカ起源の古典的な打楽器ジェンベに触れ奏でる体験をし、音楽や楽器への興味関心を高めるとともに感性を育み国際理解を深めることが目的です。講師はドラムカフェジャパンの皆さん。リズムとドラミングを使ったインタラクティブドラミングを56カ国で開催し、世界の優れたエンターテインメントカンパニートップ10にも選出されています。今回は小学3年生の児童が体験、進行役のリードに合わせてドラミングパフォーマンスを作り上げていきます。ドラムを叩くことで脳が活性化され、集中力の強化やストレス発散の効果もあります。心臓の鼓動のような打楽器のサウンドを全身で感じ、ダンスを交えながら互いに息を合わせて全員でセッションしました。子どもたちも全身で楽しんでいる様子でした。初めての太鼓でもたくさん叩けて楽しかったです。本当に自分でできるのかなって思ったんですけど、やってみたらだんだん楽しくなってきて、もう言葉なんか一切関係ないと思って嬉しいです。9月13日浜川小学校と併設されている浜川幼稚園で小学校給食体験が行われました。この給食体験は園児が学校給食を味わい雰囲気を感じるとともに、みんなと一緒に同じ料理を食べる楽しさを知るきっかけとなるよう、毎年年長児を対象に実施されています。この日の献立はチキンライスと野菜スープ、フライドフィッシュ、オレンジゼリー。給食の配膳後、みんなでいただきますの挨拶をしました。先生から牛乳パックの開け方やおかわりの仕方などを教わり、園児たちは時折顔を見合わせ笑顔で給食の時間を過ごしました。そしてみんなでごちそうさまの挨拶です。それでは皆さんご一緒にごちそうさまでした。では外で祈るくんが最後はみんなでお片付けをして、この日の給食体験が終了しました。チキンライスとゼリー、魚、美味しかった。次は
その他の話題として品川アーティスト展2022の話題など3つ続けてご覧ください。9月10日11日の2日間スクエア荏原で品川アーティスト展2022が行われました。このイベントは品川文化振興事業団が主催、品川区の文化芸術振興への取り組みの一環として品川を中心に活動するアーティストに光を当て、多くの方にその活動・成果を紹介することで今後を担う人材の支援・育成を推し進めようと、地元アーティストや団体の協力を得て平成21年にスタートしたものです。今回展示を行ったのは品川区ゆかりのアーティスト11人、それぞれが制作したアート作品が展示されたほか、来場者を対象にアート体験も実施され、アートの魅力を伝えました。ステージでは俳優の伊吹翔さんが MC を務め、出展者の一人であるイラストレーターの橋爪香織さんがデザインした品川アート活動応援マスコットシナートも登場。またクラウンモノマルさんによるジャグリング、ダンサーマリアさんによるアロハダンスなどのワークショップも行われました。参加した子どもたちは一生懸命取り組み、実際にお客さんの入ったステージで披露しました。9月10日と11日の2日間イトーヨーカドー大井町店で食事・栄養相談と健康測定会が開催されました。この事業は昨年度まで区役所で実施していましたが、今年度から場所を移して実施、より多くの人が食生活と健康づくりの大切さを気軽に知ることができるよう、日頃から多くの買い物客が訪れるイトーヨーカドー大井町店で今年5月から月に1回行われています。管理栄養士などによる食事・栄養に関する相談をはじめ、血圧や血管年齢などさまざまな測定ができます。また廃棄しがちな食材を活用したメニューの展示やイラストを用いた食品ロスクイズなども実施、家庭でできる SDGs の取り組みも紹介されました。11日は品川区認知症対策普及啓発キャラクターのくるみちゃんも登場。チラシを配布し、認知症に関わる支援取り組みを紹介しました。はい、味噌汁の濃さがちょっとわからないもので一回受けてみようかなと思ってきました。やってみないとわからないし、こう来てもないとわからないしね。だから、あちこちでやった方がいいと思いますけどね。次回は10月17日月曜日、正午から午後3時まで開催の予定です。9月14日から29日までの期間、スクエア荏原を会場に特別区全国連携プロジェクトパネル展、東北の絆と復興のメッセージ、東北絆祭りが開催されています。今回の展示では特別区全国連携プロジェクトの取り組みをはじめ、東日本大震災からの復興を願う東北絆祭りの意義、足跡、そして各自治体の魅力を紹介しています。東北6県を代表する夏祭りのポスターやお祭りに込められた思いの紹介など、それぞれの魅力を伝える展示です。会場では特別区全国連携プロジェクトに関する資料も配布。この機会に東北の魅力や素晴らしさを再発見してみてはいかがでしょうか。今回のニュースは以上です。この後も品川ホットホットをお楽しみください。